クロマックス。これ後ろもすごいですね。え、これ普通のベッドキットとなんか形違うっすよね。はいどうもクロワックスです。来ましたよ、名古屋の撮影会一発目撮影させていただくのがこちらの車、ハイエースのなんのデラックスですね。デラックスベースに車中泊仕様というか中が仮装されているハイエースなんですけれども、ハイルーフでございます。かなり大きいですよね。なんで、まあ、外装内装を含めてねお話聞いてみようと思います。こんにちは。はい、ということでゴンダマさんでございます。こんにちは、ゴンダマです。ありがとうございます。で、実はね今回の2万人達成記念撮影会入れますよっていうきっかけを作ってくださった方でございますということで、よかったら取材してもらえませんかみたいなお話をいただいて、どこお住まいですかって言ったら愛知県だったんですよね。はい、そうです。はい、ということで、だったらじゃあもう名古屋でやっちゃいましょうって話で、このね場所の選定だったりとかいろんなとこも含めてお手伝いいただいたゴンダマさんでございます。よろしくお願いします。お願いします。ということで、実はねゴンダマさん YouTube チャンネルを運営されてるということで、このかっこいいハイエースガンガン上げてらっしゃるんで、そちらの方もね紹介しながらこの車紹介していこうと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。どうしましょう。もうさ見たらすごいいじってるんですもん。もう外装からむちゃくちゃいじってますよね。これ外装のポイントはもうタイヤ、ホイール、グッドリッチのオルテネンでリフトアップしてますよね。これね2インチぐらい上がっちゃってるみたいで、上げてるのはタイヤの厚みで、あ、タイヤの厚みだけで2インチ上がってるってこと。へえ、なんかリフトアップしてるっぽい感じ出てますよね。で、LED のフォグランプ、これむちゃくちゃ明るそうですね。対向車とかいたら、あ、つけちゃいけないやつですね。そうですね。できないレベルで眩しいやつなんで。ああ、夜の林道とかむちゃくちゃ明るそうですよね。明るいですね。拡散型っていうタイプのやつで、まあそんな遠くまでは届かないんですけど。はい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 。まあ明るさに関しては。へえ。ここの方も純正じゃないので。あ、そうなんですか。これデラックス確かついてなくて、あ、中華製のものを。同じハイエースの4型タイプの。はい。を入れてます。へえ。これかっこいいですよね、ハイエースにこのバンパー。これなんて言うんでしたっけ？ T スタイルさんの方のグリルガード。うん、グリルガードだ。ワイドタイプのものが。へえ。しかもこれ自分で貼られてるとかですか？そうですね、カーボンの方。ちょっとメッキが傷つくことが多くて小枝とかが当たったりして、結構じゃあ林道行く感じですか、ガンガン。そうですね、海とか降りるときにちょっと茂ってる道通ることが多くて、はい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 、でかい関係でどうしても当たってしまって、ああ、じゃあもうそれをカバーリングする意味も込めて。そうですね。オーマーフェンダーもついてるんですね、これ SX さんのやつだったと思うんですけど、片ミリ30、あ、30ワイドにしてるっていう感じなんですね。で、何でしたっけこれ、バイザー。これオックスのワイドバイザー。もうすごいよ。もう視線を向けた先に何かいじってる箇所が必ずあるんですよね。あ、これ知ってます。何でしたっけ、バレンティの。そう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 、スグルも動画でやってますこれ。あ、そうなんですか。もう外装一通り出来上がってる感じですね。そうですね、外はまあということで、車内ちょっと見せてください。はいはい、もうレカルでございますよ。これなんてシートでしたっけ。あんま覚えてないんですけど。SR なんちゃら。はい、SR なんちゃら。多分 SR 系ですよね。はい、だって2脚ですよ、2脚掛けですよ。すげえなー。しかもこのフロント周りだけでもこんだけなんかね、いろいろ。これ自作ですか、もしかして。これは自作です。自作のナビバイザー兼物置きみたいな感じ。はい。これ作ってる材料は。これは全部角材の方カットして作ってるので。へえ。両面テープ。両面テープでついて、はい、ここにね人工芝が生えておりましたけど。ここソーラーにしても面白そうですね。あ、その案。いや、なんとなくね、こう見てて思ったんですよ。ここソーラーにしてて小さいバッテリーを常に充電しておくようにしておくんだったらなんていうのを今なんかふと思いました、見てて。いただきました。はい、あれ、これオーディオもやってる。オーディオもまあ多少はツイッター入ってて、フロントのスピーカーも変えてるんですか。はい、変えてます。あ、じゃあ中で変えていて、見えちゃいましたよ、しっかりルームランプ LED 化してますね。これデラックスなんですけど、センターシートって取り外しちゃいました。あ、外してそこにつけられるテーブルをつけてる感じなんですね。はい、乗車定員一応最初はセンターシートも含めて6人乗り。はい、6人ですね。あ、で、まあ、センターシート外しちゃってっていうところなんですけど、これ見たところ
あのこっちのステッカーがすごく目に入りますけど、こっちですよ、こっちですよ。これイレクターですね。イレクターで自作された棚って感じですか。はい、そうです。へー、あ、これすごい、フロントからずっと繋がってるじゃないですか。1枚の板切り出して作りました。おー、すげー。あ、これがここに固定してるんだ。はい、万葉の仕切りに固定して、もう一本足でこっちを出してる感じなんですね。そうですね。と、これなんて言うんでしたっけ。化粧板っていうんですかね。化粧板です。これは自作ですか。こちらが、まあ、業者さんに作ってもらったもので。へー。で、これがそのまま、あ、フロントテーブルに繋がってる感じなんですね。はい。でもシート倒せない。それでもいいっていう、この後ろのこの車内空間でございますよ。これ後ろの変更点というか、やってるところってベッドキット入れてるぐらいですか。そうですね、後ろで言ったら、うん、あ、床張りもしてるんだ。気づいた、床張りもしている。延長もしていただいてて。そうですよね、床張り延長で足出して、あ、もうしっかりがっつりもうネジ止めしてるっすね。結構なんかあれですね、チャンネル見させてもらった時にもうこの国旗がインパクト強すぎて。アメリカ好き的なやつですか。そうですね。あ、でもこっちにサブバッテリーシステム入っとる。入ってます。走行充電で完全にって感じですよね。はい。リープサイクルいくつのが何個入ってるとかっていうのは。あ、でもこれは、うん、15、600。ああ、1つ。でもこれも十分ですよね、多分。十分ですね。500ワットの正コハのインバーターが入ってる。うん、あ、もうインバーターも中に入ってて、はい、素晴らしいですね。波乗りやられるっていうことでね、ここに板がちゃんと積んであって、これミラーボールですか、もしかして。これミラーボールです。いや、もう完全にパリピですか、ゴンダマンさん。板張りしてるんですか、内側も。これがですね、はい。わあ、そういう感じ、はい、もう。あ、これ自作ですか、もしかして。これ自作ですね。あ、自作だ、すげえ。これなんかスタイロフォームっていう、はいはいはい、建築材を、はい、スタイロフォームですね、はい、カットして、カットして周りをくるんで貼り付けてると、はい、で、これこっちは、あ、すげえ、これ100円ショップとかで売ってる。100円ショップとかで売ってる。そうですよね。それでクイッと曲げて、はい、全窓にはめ込んであると。そういう感じです。いや、これすげえな。全然熱通さなくて、保温の効果もすごくて。結露どうですか、これ中で寝てる時に。全くしないですね。しないですか。これ後ろもすごいですね。普通のベッドキットとなんか形違うですよね。1枚減らしてます。そうですよね、1枚減らしたところに自分で台形で切り出したものの方を置いております。置いておりますと。すげえな。あ、下にもちゃんと明かりが入ってるっていうね。これ通常のベッドキットと。はい、そうです。いろんなとこで、あ、MGR、 はい、あの MGR さんのはあの導入する動画を1個撮らせてもらってますね。あ、そうです。わ、しっかり床張りもできていて、後ろも広大なスペースが出来上がっていると。基本的にじゃあもう仕様を見る限り波乗り車中泊仕様みたいなイメージですね。もうここにウェットスーツを入れて、これ多分シャワー用の水でございますよね。はい、そうです、はい、そうですよね。で、もうそのままここに板をポンと、はい、多分その波乗り道具ですよね。そうですね。そうですね。いや、もうこれ波乗りするためにあるハイエース、すげえすげえ、波乗り仕様。これは何ですか。これイレクター。そうですね、イレクターで足組んで、はい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 、スポンジとかを合皮で包んで、あ、しかもちゃんと継ぎ手が金具になってるから割れない。ここ大事なところ。これ大事なところです。クロワックスはもうバキバキに割れてますからね。まあ、これはベンチがてら使うっていうのと、あとリアのデラックスのシートの足元を延長して、あー、延長するためのベッドのマットっていうのを兼ねて作ってます。はいはいはい、いいな、いいなしか言えねえよもう。実際にこれ一人でっていうパターンが多いですか。そうですね、一人もしくは多くても3人ぐらい。3人ぐらい。3人でも波乗りって寝っ転がって仮眠してって全然余裕ですよね。そうですね、もう本当多い時だと5人ぐらいで千葉の方とか行ったりするんですけど。へえ、これガソリンとディーゼルどっちですか。ガソリンで。ガソリンで、いいっすね。でも 2.7 でしょ。 2.7 ガソリンですね。4駆は4駆ですか。4駆ですね。あ、4駆で 4.5 型に入るとディーゼルの4駆が出るんでしょうか。それまでなかったんでしょうか。そうですね、一遍廃盤になっちゃって。なあ、そのハイエースよくわかんないですよね。ナローだと4駆買おうとするとディーゼルしかないじゃないですか。はい、かゆいところにあえて手が届かないような設定になってるような気がする、このハイエースのグレード設定。はい、はい、トヨタの関係者さん、ハイエースの関係者さん、もし見てる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。お願いします。あの、本当にディーゼルでワゴンがない。で、ワゴンで買おうと思ってトヨタ車体で買おうとすると何百万もする。あの、まあ、あんまりディーゼルのやめましょう。そうですね。はい、ということでね、こういったところにモニターとね、テレビ
ビとスピーカーが入ってるんですけども、このあたりもご自分で加工されてスピーカー入れたりとかされてるんですよね。はい、そうです。それ動画になったりします？まだ出してはないんですけど。あ、こういったところのじゃあ、ノウハウなんてのも動画にされてるということですね、はい、うわ、それ楽しみだ。それちょっと個人的に見たい。で、この棚の作り方とかそういったところは動画になってます？まあしてはないんですけど、はい、後日談で撮っちゃってるので。ああ、でもそういったところのお話があったりもするんですね、はい、そうですね。それであればぜひともね、この使い勝手だったりこれの作り方というか紹介されてたりしますんで、ゴンダマンさんのチャンネルの方でチェックしてくださいと。ゴンダマンさんのチャンネルなんかで一個一個細かいところをいじってある点とかっていうのも紹介されてたりしますよね。はい、なんで一個一個の細かい点についてはもうクロワークスのチャンネルでは語りません。詳しくはですね、ゴンダマさんのチャンネルを見ていただければこのハイエースの全貌が分かるようになっておりますので、そちらの方チェックしていただければと思います。ということで、はい、ということで今回はゴンダマさんにねお願いして2万人達成、名古屋の撮影会実現することができました。ゴンダマさんのねチャンネルぜひご覧になってください。下の概要欄の方にねリンクを貼っとくので、皆さんチャンネル登録ぜひともお願いいたします。あれ、現時点で今チャンネル登録者何人ぐらいですか？今は40しかいません。40人。頑張って1000人超えてもらって、あのね、知らない方いらっしゃったら一応ご説明しておくんですけど、チャンネル登録者が1000人を超えないと YouTube ってお金もらえないんですよ。知らなかった。あ、知らなかったらしいです、ごめんなさい。趣味の一環ぐらいでやろうかと思ってたので。そうです、あの収益化審査通すためには、はい、チャンネル登録者1000人、4000時間再生がないと、はい、広告貼れないんですよ。まあ、どうせね趣味の延長線上でやるんだとしてもお小遣いが少しでも入るような感じでもいいんで、皆さんどうぞゴンダマンの隠れ家ゴンダマさんのチャンネルでございます。こちらチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、はい、ということでこの動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラムのフォローお願いいたします。あとはね、岡さん担当のブログ間もなく始まるっていう話でね今動いておりますので、そちらの方のブックマークもお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。今ね、ゴンダマンさんからこれいただいちゃいました。旅のね動画を見てる時音がうるせえと。次ね、エブリィ入れ替え考えてますんで、エブリィの時にも使わせていただければと。ゴンダマンさんありがとうございます。